上空国民の皆さん、こんにちは。今日は下関のおすすめのバー、下関駅から徒歩2、3分ぐらいかな、すごい近くて高級感もあってかつリーズナブルなバー CD、 最近来てなくてね、金ないんだよ、金がマジで、ということでたまには紹介しとこうかなっていう。まあ釣りする人なんでですね、まあお魚が欲しいって言ってたんで、まあやるよみたいな感じと、まあ今日は節分なんで恵方巻きをうちの母ちゃんが作ってくれたんで、それを一緒に食べようかなということで横流しをしております。チャンネル登録高評価お願いいたします。ちょうど微妙な位置に車があった。いるんでしょ。いや、まあ、いいっすか。いいよ。あ、2人食べよう。ちょっと俺を晩飯ちょっと食べよう。わかりました。やったー。それはそうでしょ。12キロでしょ。12キロ。いいなぁ。羨ましい。よう、3号であれあげたっすね。一回着ないといけない。あ、そうなんですか。昔、去年ぐらい。いや、すげえよ。それで、こう巻きがあって。あ、本当ですか。うん。せっかくでも、わさびもちゃんと。いや、めちゃめちゃ脂乗ってんじゃん。ちょっとまだぬるいと思うよ。冷たいと思うよ。いやいや、全然いいですけど。トロの部分もあるでしょ。うわー、もう身が白い。やば、まあ、俺昨日の食べ草仕上げ、どうぞ。いやいやいや、タイで食べればすごい。あとは、恵方巻きがあって。はい、恵方巻きと、ね、醤油を持ってきました。醤油は持って帰る。ちょっと取り皿にしますね。まあ、お客さんに出してもいいし、はい、もうそんなにいらないし、毎日食ってるから。別にたまには俺も来なきゃ。ああ、そうそう、金払いに。じゃあそこじゃ砂玉です。タルも違うんだ。はい、その下ノリノリやバーにこんなものを持ち込むこと、ちゃんと人間関係できないとダメですよ。釣りをする人なんでね、ここは。お、黄金比です。普通のビール。普通のビール。普通のビールじゃなくて朝日。朝日です。何何何。グラスとか、グラスとかいちいち気が利いてて美味しいんですよ。あれ、まあやることではない。まあ、まあ、時間、まあ、早い時間。そうです。三島沖。三島沖は変なカンパチがたまにおる。バーでやることではないですね。カンパチ、大カンパチを刺します。あ、そう、本当はカットしたいみたいな恵方巻き。そういえばそうだった。それに男同士でこうやる。うん。これうなぎだからうまいと思う。あ、切ってはダメな恵方巻きです。うちの母ちゃん作です。ありがとうございます。うなぎのやつ、アナゴのやつね。ママなんじゃないでしょうか。生意気なこと言ってますけど、なんかラインナップが独自色出してきてるんじゃないですか、多少。なんかまあ、出たり入ったりです。あ、ジャパニーズウイスキーがだいぶすごい、いいことな、いい感じになってると思う。1年ぐらい来てないから、ごめんね。ここにね、本当はね、あの、イチローズモルトのレッドワインカスクがあったんですけど、ああ。昨日はかけちゃいました。まあ、やっぱ僕が好きなのはこういったスコッチですね。だいぶスペースが空いてるな。あ、上はハイエンドな。山崎とか日向とか、そんな感じですね。こっちはミドルクラスの普及帯のお酒かな。トマーティンとかあるし、グレンモーレンジとか、マッカラン。なるほど。こちらに行くとリキュールとかその手がありますね。カクテル用ですね。カクテルほとんど飲んだことないんだよな。なんか、うん、女の子来た時飲む感じですね。このお店はグラスがおしゃれなんですよ。あ、そうやね。あ、バイトさん来るの8時ぐらい。あ、そうなんじゃ。食べさせたね。今日シェリーカスクのバッティングにしたものになります。マルスは結構このパターン。マルスなんだ。マルスですね。マルスは結構その組み合わせ好きなんですけど、マルスウイスキー祝いとかね。そうですね。その中でも結構今回のは多分シェリー強めで出してます、ね、色も結構濃いめなんで
若干のティーティーさが出てますね。いや、最近全然ウイスキー飲んでなくて恥ずかしながら久々です。それがツヌキ全然知らん。今来てるジャパニーズ、今来てるジャパニーズウイスキーらしいです。自らなんかすごい脂っこい感じしながら、あ、めちゃくちゃなんか甘ったるわけじゃないけどいい香り。コカコーラの香りじゃないけど、そんな安っぽくはない。複雑でいい香りです。うめえじゃん。これでしょ。うん、うまいうまい。リーズナブルな。これはまあちょっぴりだったかな。でも1500円とかそんな。え、そんなもんなん。はい。これで？うちで1500円です。ああ。まあワンショットで。ワンショットで。じゃあ全然高くない。ボトルで言ったら高いっすよ、やっぱ。ボトルで言ったら8000円とか。あ、高いね。ボトルで俺も高いっつったらもう、ね、4000超えてきたら5000って言ったらもう、でも今アードベックとかも5000ぐらい。する？いや、5000って言わんすよ。5000じゃないの？5000って聞かんすよ。7000円とかする。7000高っ。昔だって3000台とかじゃん。え、ほぼ倍とかする。あ、そうなんだ。まあ、まあ、円安か。まあ、そうやって言ってしまえば何でも片付くと思ってる。この世の中も嫌い。まあ、そうだけど。まあ、円安と原料高にダブルじゃん、燃料とかもさ、ね、やっぱ小麦をあれするにしても燃料はいるし。そあ、でも今ビール安いよ。あそうです。今日かあの、ね、アンケートがあって価格を見たんだけど、スーパードライが207円とかで、はい、発泡酒の何だっけ発泡酒とかだったら170何歩とかだから。あ、それね、カラクリがあるんですよ。あ、そうなの。逆で発泡酒が値上がりしてるんですよ。そうやろ。あ、そう発泡酒が値上がりしてるんですよ。だからどうせ、そう価格があんま変わんないから、価格差がそうビール飲んだ方がいいじゃんみたいな。それだったらみんなビール飲むんですよ。いいことだと思う。最終的には発泡酒に並べるんだと思うんですよ。ああ、はい、ちょっとずつ段階的に上げてくるみたいな、酒税をちょっと上げるそういうブラックジョークです。ブラックジョーク。ああ、いや、まあでも本当お金ないから。本気にしない。本当金ないの。次はなんか洋酒行きましょうかね。きついやつを何にしようかな。なんかラフルームいろいろあるね今。あれ前飲んだな、ちょっと前。なんか赤い帯のやつ。あー、ゼロに。あー、なんとかカスク。はい、はい、アードベックの5って何？5年ものっす。安いの？いや、ちょっと高い。あ、いやでも、ノーマルより安い。あ、飲んでみよう。飲んだことないから。臭いっすよ。じゃあそれで行ってみましょう。めっちゃ臭いっすよ。安いか高いかわかんない。まあいいです。飲んだことないんで。最近こういうの出すよね。よくわからん。なんだろう、ノンエイジじゃないんだけどみたいな。ノンエイジで処理をする。ノンビン、まあまあそうですね。言ってみたら知らないですよ。でも出てるじゃん、それ。まあ出てるけど、まあ、やっぱ5年ものなんで、味はまあそんなもんかって感じです。手がつけられないモンスター。なんとかビースト。ウィービースト。ああ、はいはいはい。なんか見たことある。ネットの記事で。行ってみましょう。あ、確かに。あ、でもまあまあ、ね、ちょっとまとまってない感じはするけど、別にいいんじゃないのよ、これは。全然これで。だから最初に言っとくことはないです。うん。まとまらない感はないけど、そこ、まあ、そこまででもないし、雰囲気はちゃんとしてるし。俺は好き。いいと思います。アードベック、ウィービースト。値段もそれほどじゃないんだし、値段は大事。やってしまったら6000。ああ、まあ今では安いですね。だってスーパーノヴァとか2万とかだったっけ。あれはもうちょっとプレミアムパーペチウムとか飲んだけど、あの辺はめちゃくちゃうまいじゃん。あれはもうアードマンクしてたし、
入ります。ごちそうさまでした。またよろしくお願いします。ごちそうさまでした。どうもありがとうございます。ありがとうございました。はい、どうも。